機械に支配されてる、スイッチは。スイッチを機械の支配から解放する。あー、なんなんだお前は、ほんとに。頑張れ、アンコハ。あー、ダメだ。おーの、吐く背中、やだー。ザコがやっていい、ディレイではない。神に祈ります。目覚めろ、ゴーレム。おー、やばいだろ、お前。終わりだ、このボイヤカスク。バーカ、死ね、このカス。ゴミが。セロ、それ。こんにちは。全く探索をしていないのでもったいないんでね、魂の装備でも探しに行こうかなって。こんなに行けるとこ多いんだから。常にボスの場所を向かわなきゃいけないっていうわけではないからな。こんなに行ける範囲あるんだからな。へえ、どこにでも行けるのか。もう俺は自由なのか。散歩するか、影の地を。これ行けねえんだろうな、行けるように見えて。多分これね、視点が変わって速攻しにやつ。あ、ほらね。ツイートしてるけど、ゼータディビジョンが TGS 出展しますよ。ゼータディビジョンがね。まあでも、仕事、まあその経由で仕事ありそうだけど、一応一件ぐらいは来てるけど、やったことないゲームの仕事、新作とかだったらやりたいなと思ってるけど、やったことない仕事だったら俺出ないかもしれないから、やったことない仕事しか俺まだ来てないんだよな。スマホアプリだけやめてくれ。いや、俺はギャラが良かったら行く。そりゃ行くだろ。ギャラ良かったら行くよ。仕事の場だからな、東京ゲームショウなんて。ぶっちゃけ仕事で行くとかだからな。なんかうちいろんな部門あるじゃん。そういうオフラインイベントとかだといろんなゲームやってる人に引っかかることできるから、それが強いだろうな。配信者なんて別に出てっても大したことできねえもん。何のおいつ感謝しますでしょ。何もできねえもん。やっぱオフラインで盛り上がるのって、あんまり知らんゲームだとしても いいプレイなんだよ。素晴らしいプレイなんだよ。何もできないなって思いながら俺出てくもん。まあとりあえず出てくかって。ああいう場で一番盛り上がるのは、大きな声を出すことでもなく、なんだこいつ感謝しますでもなく、素晴らしいプレイです。やっぱりオフラインの場で。まあ、どっちも必要だけど。メインはね。他のとこでバンされましたってやつがいたら俺バンしてる。黙ってバンしてる。黙んない時もあるけどバンしてる。目についたら。実は俺もバンしてる。前科ですから、前科。音楽家が関さんにバンされてます。まあでもサブスクしてるからバンしてないです。サブスクしてなかったらバンしてる。下ネタスイッチにバンされんだよな、今。多分今のツイッチの規制が俺のチャンネルの規制より厳しいから、ほぼ行かれるからやめた方がいいっすね、下ネタは。多分機械的なあれに引っかかる。手動ではやってない、自動バンに引っかかる。俺マジで連投ぐらいしかバンしてないからな今。確かに配信者が何か言って、それを例えば配信者がまあ例えばうんちみたいな、まあうんちは多分バンしたわけないけど、うんちみたいなこと言って、うんちってなんだよみたいな感じのね、単語として乗るだけで機械バンに引っかかんない。多分1回目やったら多分もう数時間、いや1日ぐらいで治るけど、それに引っかかり続けると多分どんどん厳しくなってくる。今機械に支配されてる、スイッチは。スイッチ解放戦線を俺は組まなきゃいけない。スイッチを機械の支配から解放する。昔はスイッチはアンガーだったから、スタッフ言いに行く。ある程度何を言っても自由な場だっただろうと。それが今ではどうなのか。まあでもいいことあげような。さすがに機械的なあれに引っかかってバンされるのはちょっとかわいそうだなと思うけど。ん、強い強い、やばい強い。倒してみるか、この武器。なんかでもこのハンマーかっこいいかも。ちょっと待って、装備変える。かっこいいかも、あのハンマー。まさか進行ハンマー、絶対強い。やば、これが進行70の力。あんま痛くないな。は？何？全然かっこよくない。ケンタウルスになっちゃった。危ない！魔法でいいな。かっこいいな。あー、嫌いじゃないなこれ。戦技
派生変えれんのかな。変えれません。もうゴミです。俺の魂の武器にはならなかった。格闘はマジでもうちょっと使いやすかったらな。趣味寄りがすぎる。落ち葉旋風逆。クソ強いです。マジか。ついにこれ拳のあれが来たか。豪気じゃん。完全にこれ豪気じゃん。竜巻ひょうじゃん、豪気の。ほーん。わかんねえ。強いかどうかは知らん。は？何こいつ。は？何？マリオにこんなんあった。お前か。マリオにこんなギミックあったな。火の玉が飛んでくる。見て。あ、見た。あー、うこいつ何なん。はあ、これローリングか。何これ。本当にこいつ何なん。何なんこいつは。このフィールドに何匹もいる。何なのこれ。何なのってのは、何でいるの。こんなよくわからんでかいモンスター、どういう設定で動いてるのこいつは。誰の部下なの。お前何者なんマジで。ドラゴンとかわかるじゃん。明らかに誰かに作られた存在じゃんこれ。誰に従ってここにいるの。もうやめた。もう無視でいい。今まで無視してんだから。黒危険、これもう一回入る。あ、無理だ。あ、まあ、お前もう無視だ。二度と相手しない。なんかやばい予感がする。あっつー。ちょ、なんだよお前。なんだお前は本当に。最強回復機と。嘘。最強ってどういう要素だ。燃費。もう俺すでに回復量だったら最強の魔法持ってんだよな。今使ってんだよな。数多くあるうち最強の一つ。最強ありすぎて分かんないよ。ちょっと試してみたいわ。燃費と炎症速度。マジっすか。銀バサしようかな俺。じゃあ炎症速度さらに速くなる。もう不死身の石として生きていこうかな。もう銀バサして。あー早いわ。硬直が全くない。え、これやばいな。エストより、え、エスト瓶いらなくない。マジでいらなくないこれ。エスト瓶、エスト瓶は実はナメプと言われていて、もう二度と動かない俺。いらないっすこんなもん。本当にいらない。ちょ、誰か俺殺してくれ。攻撃してくれ。おいお前、どんぐらいかかってんだ。やべ、俺硬すぎる。このキャラ硬すぎるな。マジか。やばい、これ終わった。このゲームこれやばくないか。終わったんだけどこのゲーム。え、これ壊れたな。やばいこれ。だってこんだけ早かったら、例えばこれ、こんなんね、こんだけ早かったらもう、だってこれもう回復、もう無限に回復できるこれで。ローリングで揺れるし、やーばこれ。全回復だし。壊れた、エルデンリング。何このクソ OP。 やばいこれ。
うわ、俺が今まで DLC 来て拾ってきたアイテムの中でさすがにね一番強い。でもこれイカれてるわ。見た目ではこれが一番好き。でもこれ計算したら重量130必要だった。これこの見た目がすげえ好き。でも時給65ぐらい振らないと無理。かっこいいでしょこれ。特性のおかげで成功攻撃力半端じゃねえ。基礎321ある。半端じゃないなこれ。逆に言えば補正に依存してないから進行50ぐらいでも震えるってことか。この剣、この武器気にせずに半端じゃないな。なかなかいいかもしれない。184回打てて回復力最強になってさらに HP も振っちゃって、あ、完璧だ。もうこれ絶対死なない。これ絶対死なないです。死ななきゃ負けないが今誕生した。この超回復祈祷があるからもう俺一生死なないと思う。もうこれ死ななくなっちゃった。悪い。これこっから多分消化試合だ。このエルデンリング悪いけどこれ消化試合だ。さて汚れすぎ。いや、まあ、でもそれがかっこいいじゃん。見た目は正面から見たらかっこいい。とりあえずちょっとこの剣試し打ちしてみたい。試し切りしたいこの武器を俺は。いやメスベルは正直俺もう処理だと思うけどな。そもそもあいつ盾でしばけて終わりなんだよな。もうお話にならないと思う多分こいつに関しては。悪いな、せっかく覚えたんだけどな、ある程度俺モーションとか。てかなんか邪魔じゃねこの盾。せっかくモーション覚えたんだけどな。悪いなメスベル、お前もう終わりだわ。火力ねえ。今これ回復できる。うわ回復力落ちてる。進行としたからやべ、なんかやべ万能感なくなった。やっぱ進行落ちた方がいい。思ったより回復しなくなってる。なんか中途半端になってしまった。回復させて。やべこれ最強だと思ってたけど下向けなきゃいけないのだるい。めっちゃだるい下向けなきゃいけないの。なんだろう、なんかでも思ってたのと違ったんだよな。これをやりながら回復をしまくって俺は戦えるんだったらよかった。まあ、盾持ってる以上できないんだよな回復。あと進行削ってるから回復弱いんだよな。なんか進行削ってまで持ちてる武器じゃないな俺は。これに関しては戻す。結局さっきの生活でいい。あの進行つえをしたいんだよな俺は。せっかく最強の進行技を手に入れたんだからその進行俺は生かしたいよね。やっぱり進行80です。80は強いと言われており、どうしようかな。あと気力精神200にしよっか。キリがいいからね。その辺俺キリ大事だと思ってるから。キリ、あーマジか、これ分かってんだけどな。回復だな。回復量もやばい。ほら。よくわかんないけどこれさっき食らったわ。はあ、最後にそれ食うのね。覚えた。うわ。ああ。多分3回くるやった。ああマジか。やりますね。なんだよこれ。うん、なんかちょっと違う。なんかちょっと違う。いやーバカだな、そばたんのは。なんか違う。やっちゃった。Embrace Stein Oblivion as shall I。 惜しい。ヘビまで来てんじゃん。天まで来てんじゃん。バカ。危ない。うわー。
何？やべえ、間違えた。くそ、戦闘前に。これ間に合うかな。殴ってくんだよな、こいつ。間に合うわ。第2形態ここちょっと違うんだよな、これちょっと違うんだよな、これがこれがちょっと違うせいで殴りにくいんだよな。ノーロックで走ってみた、ちょっと焦った。ここ殴りに行かないとダメだ、ヘビで来るところ。勝った、うわー、普通に勝っちゃった。いや、これね、探検だわ、このゲーム。最後、あれ削り切ると思わなかったの。ちょっと、ダメージやばいな、進行80の探検。これ、トリビアになりませんか？ちょっと時給33にする。腕がつけれねえ。ダサいか？これ。キルトくんじゃん。みんなの好きな。なるほど。技量か。銀馬さんなのか、これは。進行60。これで。これもらいます。くらえ！メスメルの火球！あ？くらえ！何このゴミ。あ！でも削りやばいの。強靭削り。くらえ！火力弱くね？進行60が低すぎる。何言ってんすか？僕の進行80ですよ。僕の信じる神を冒涜するのですか？あら。へぇ。もう絶対逆恨みでしょ。敵を倒した、俺の恨みの機会を奪ったって、復讐の機会を奪ったって。こいつか、一応一回は召喚したんだけどな。いいじゃん、別に殺した相手か、俺はもう。何よ、復讐の対象、やっぱ自分でとどめさせたかったんだ。それができなくなった瞬間もう嫌になっちゃったんだ、生きるのが。くだらねえやつだな。NPC みんなどこ行った？あれ、こいつらみんなどこ行った？ As if using Lord Moog to gain entrance to the land of shadow were not enough, he plans to use his corpse as the vessel of his king consort. こいつ裏切るな。裏切るな、これ。ミケラの敵になるな、こいつ。殺すべきだ。You have my gratitude. You have given me the answers I needed.でも、ミケラって別に味方じゃないだろ。敵の敵は敵ってことで、こいつ味方になるんじゃないの？ミケラだって敵だろ？俺の。王は二人もいらねえんだよな。要は王じゃん。エルデの王じゃん。主人公は。だ、王は二人もいらねえ。潰し合うわけじゃん。ミケラの敵は味方なのよ。洗脳が解けたやつを味方にしていくわけ。わかる？
むしろ全員の洗脳を解いて最終的に全員味方になって召喚できるんじゃない、戦場で。ちゃんと NPC のフラグを進めていかないと最後めっちゃきついっていう、 NPC が呼べなくて。どうこの俺の推理。As the festival of war concluded, General Radahn's soul met an honorable end, but kindly Mikala wishes to revive it, which is fine by me. I know it would pain old Jaren, but war has always suited General Radahn best. And so, far more than any honorable death, endless war to invigorate. いいのかお前そんな資料術みたいなの。なあ、魂への冒涜じゃねえのかよ。これダメだ、敵だねこれ。I'm afraid he insists that he's nothing but a worn down over the hill soldier. But in his day, he was the feared commander of the pure blood knights who cleaved open Nicholas. へえ、結構とんでもないやつじゃん。すげえやつじゃん。Claims he hasn't the spirit to take up his sword again. どうぞ、こいつ敵だろ？俺の。だってミケラが敵で、ミケラの一番の狂信者がこいつでしょ。で、ミケラを裏切ろうとしてるやつを殺そうとしてるのがこいつだから、本当にヤバいやつなんだよこれ。ミケラの懐刀なんよこれ。ミケラの刃、こいつが一番ヤバいやつなんだよ。なこいつを殺さない理由がないんだよな正直。え、ゼランスバック、 I will dispose of you. I find that I have a new apprehension.やだやだやだ、ちょ待って、やだ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 、俺はこのおじさん倒したくない。待って、これどうやって指切り幻満出すんだっけ。このおじさん俺倒したくない。帰れるこれ、死のうかな。ええエルデンリングってこんな弓で戦えるゲームだ。近距離かっこよすぎだろ。なにそれかっこいい。ちょっとかっこいいこのおっさん。いやおじさんが死ぬ。おい頑張れアンスバハ。これは NPC だからオートエイムができるから、こんなしばしば撃てるだけ。めっちゃかっこよくないこれ。弓でこんな戦うの、なんか一瞬待ってできないプレイだからかっこいい。あーこれね、いやこれはミケラの敵じゃんこいつ。こいつだってヤバいやつやん。助けに来たサンスバッハ、こいつヤバいやつじゃん。レーダー、俺死ね、これ死ね、ほら、やばい、こいつ後ろに目がついている。俺は進行80のファイヤーボールを食らえ。なんで俺聖杯で持ってねえの。アンスバッハ、アンスバッハ殿、これは負けない、これは負けない、これは負けない。俺竜巻旋風逆、竜巻旋風逆、竜巻旋風逆、竜巻旋風逆。まあ本体倒したわけじゃないからね。I ask you keep kindly Mikala in your care. かっこよ、紳士だねアンスバッハ殿。これ弓使ったことないな。どうなん、これ一本で戦えないならいらねえわ。あーなんかもらえるんだったらあいつの手伝いした方がよかったかもな。何くれたんだろう、このじいちゃんじゃなくて、あっち助ければよかった。アベンジャーズでも崩壊弱い。いや、崩壊は強いぞ。あ、さっきの大盾のやつ、見た目悪くなかったんだけど、回復量雑魚だったのが残念なのと、あと大盾っていうだけで、大盾ってだけで、神秘批判はするのに、大盾はいいんだみたいな感じのコメントを、一瞬で3件ぐらい来たから、もう使うのやめた。大盾ってだけで、やっぱヘイトあるんだなって。普通に探検の方が強かったしな、やってて。あれそんな強くないくせに、強くないのはいいんだけど、ディスられるのが嫌でやめた。強くないだけならまあいいんだよ、ディスられるのは気に入らねえんだよな。強くてディスられるのはいいんだよ、強くねえくせにディスられるのうぜえんだよな。だからやめた。やっぱ舐められたくないんだよね。
やっぱり俺愛知県民だから、愛知県民舐められたら負け、あの終わりだと思ってるから、愛知県民は本当に、愛知県はマジでも舐められたら終わるから、舐められたら負けだと思ってる。だから舐められたくないんだよね。大盾持ってだけ舐められるのは気にならないんだよね。そうだから煽り運転をする。愛知県民は舐めた運転してきてさ、煽る。だから名古屋は煽り運転が絶えない。でもなんか名古屋気質みたいなの実際あるんだよな。俺はない方だと思うけど、結構これ俺ガチだと思ってんだよな。まあもちろんほとんどの人ないよ。名古屋の一部地域、名古屋の一部地域なんかちょっと、まあ東京にもあるか。東京でも都心の方ってなんかありえないほど他人に無関心なの俺びっくりしちゃうんだよな。東京からしたらどこもあるか。東京でもね、ちょっとガチで人が多すぎて、人が人を意識する瞬間がマジでない。快適。地面に人倒れてたら無視する。まあ無視するね。逆に声かける？俺は無視するね。それなぜかというと、本当にヤバそうだったり、例えば失禁してる、ションベン漏らしてるやつは俺警察に言う。近くに人が倒れてましたって。寝てんのかなみたいなやつは俺無視する。明らかにヤバいとこに寝てたらさすがに警察に声かけるけど、俺なんかね、路上で寝てるやつ大体ヤバいやつなんだよ。関わりたくない。でも若い男の子が正面漏らして倒れてることあって、さすがに歩いて交番まで俺呼びに行ったわ。なんかあったなっつって、まあ、ただ酔ってるだけだったけど、そいつは酔っ払いかまして正面漏らして寝てただけだった。なんかおじさんが寝てて、この前道端にね、あ、なんか大丈夫かなと思って一瞬声かけようかなと思ったけど、腹の下に入れ墨すっげー入ってて、やめた。関わりたい。まあ大丈夫かって、大丈夫か、勝っちゃうのよ。ちょっとまあ俺が言うまでもないかと。両手剣の体勢、あー俺が言ってることじゃん。両手持ち特大体験のメリットがなさすぎるって話を俺しまくってるけど、両手持ちの意味はここで出るんだ。へえ、普通に良さげだなこれ。両手の全攻撃に乗る、マジか。つまりこれダッサ。いやこれね、ガチでね、このダガー1本の R2 いかれてんだよね、性能。二刀流実はない方が強いと言われており、実は二刀流じゃない方が強いんですよこれ。俺見た目嫌だからこっち二刀流してるんだけど、まだこっちもかっこいいじゃん。これの方が実際強いんですよこれ。出せって言われてもさ、かっこいい武器も、かっこいい武器教えてくれよ。じゃあこの辺で手に入る、出せって言われてもしょうがねえじゃん。神の意見ぐらいしかないんだから俺使える武器。やべ、米散らしてた。いろんな武器があるなと思って米散らしていたな。あーいってー、なんだてめえ、この俺の落ち葉旋風、落ち葉旋風逆、この俺の拳とやり合おうってのか。国運、国運、落ち葉旋風逆、国運、なんでよけるな。何ここ、何のためにここに来てんの。何もないわけはないんだけど、さすがにこんなとこまで来てわざわざ抜け道で、で地図を取りに来る場所じゃん。絶対に来てほしいものを配置するはずよここに。なぜなら地図が落ちている場所の先だから。地図を取った、ダーン、地図を取った先には絶対来るから、プレイヤーは。な2体いるんだね。おかしいだろこれ。あーダメだ、無理だ。何この、このイカレモンスターたち。いや回復早すぎ、これ神だこれ。信仰を高めすぎ、俺は神になった。信仰の行き着く先、それは自らを信じることであった。失せろ。いや何もないわけがない、
ここまで来て。マジで勘弁し、あれか、なんだこれ。いやこんな危険な動物がたくさんいるからこそ何かがあるはず。ここにいいアイテムがある気がするぞ。いや俺も気がしてるよ、そんな気してるよ。一応探索する。ここ何もないわけなくない？これ、うんこしかねえじゃん。あーこれか、こいつ倒すんだ多分。やばいって絶対これ。へい、えボスかよ。ん、待って、同じかも。あー、うわーマジか、こーん、あかん、もうやるしかない。はっ、くらえ、デスファイアーボール2700、やべえダメージ。やった今。ああ最強すぎ、早すぎ、マジこれ強い。もう魔法だと思わず無理やり使った方がいい。全開するから。なんだよこいつ、やばい最強。やばい最強すぎる、これはすごい、マジで世界変わった。これを手にして本当に世界が変わった。俺の中での燃えろ、これが信仰の力、祈れ。獣には、獣に神はいないか、祈る対象もいないとは。危ない、ちょっとたま、マジたま、いける？あーもう意味わかんない、何回攻撃するのこいつ。よしよっしゃ、これもらった、死ねー、焦らず行こう、回復しよう。まずは間に合うんだな、これが。俺燃えろ！いやー信仰は強い、これが信仰ですよ。打撃も強い、魔法も強い、回復もできる。なんだこれ、ルガリアの方向、祈祷だ、羨ましいよ。クマとか、ふざけんなよ。巨人の火を喰らえでも使うか、これ結構強いんだよね、巨人の火を喰らえ。敵が吹っ飛ぶ、パゴーン、いって吹っ飛んだの俺の方だった。落ち葉旋風脚、いいね。もう何なのか分からん俺のキャラ。光る剣がいいとか言っときながらもう剣すら持ってないんだよな。もう意味が分かんねえ俺の、もう俺のキャラコンセプト。なんか呪いかけられてる、なんだこれ。おお、なんだ、わあしまった、見れなかった、びっくりした。いやーマジか、ロックオンできない。待ってくれ、待ってくださいよ、あぶねえこれ。これ分かった、本来は別の道行かなきゃいけないんだ。でも、あいつをもし倒す手段があれば、ショートカットできます。俺はショートカットします。あいつを殺して。この空裂強化っていう技は、これ射程無限っすね、ちなみに。これ、目からビーム。サイクロプス。これ、射程無限っす、これ。これを使わずして何が進行か。進行なき者に使えない、この目からビームは。何？ああ起きてないからまあダメだ。おいダメだ、待ってくれ、あれ敵じゃないぞ、あれ敵じゃないわ、あれって目を見なきゃいいんじゃなかったっけ。バジリスク、あ関係ないわ。あ分かった、もう俺これコメント見ないから、謎解きだ。
そもそもあれに当たり判定があるかどうか試したい。うん、攻撃できません。判定がありません、あれに。目ん玉は？ん？復活した。潰れたな、今一瞬。次にダッシュしたらいけそうじゃね。これもう速攻いきます、目が開く前に。そしたらいけそう。全然いけるじゃん。そもそもこの装備が結構呪いに強いんだよね、コローが。落ちま旋風キャック、落ちま旋風キャック。いやマジか、黒騎士初戦のでかい。黒騎士の副長ヒュー、ボス部あるかも。はあ、はあ、怖っ。なんじゃこれ。なんかクソモンスター、クソギミックばっかじゃねえかこれ。このエリアレジェンダリーだ。このために来たのか俺は。ここに何かがある。ふざけんな。エレベーター戻った階の目のところに好きそうなものがあるかも。俺が好きそうなものって光り輝く剣か、めちゃくちゃかっこいい鎧だけど。俺が好きそうなんてマジ光り輝く剣だからね。大丈夫そこまで言って。好きじゃなかったら教えてくれた人うんこ食えよ。マジでここまで頑張って戻るんだからうんこ食えよ。ここまさか、こっちしかなくね。まさかここか。これか。気に入ったら単に使うだけ。パクー、やべえ、これあれだろう。黒騎士が使うやつじゃん、これ。使いてー、うわー、使いてー、これ絶対、あ、もうやばい、かっこいいよ、これ。あと武器だけだ。なんかすごい武器さえあれば、俺の夢の進行生活が。死の気しかよ。もうお前はいいよ。こいつバックスタップ取れるんで。クソゴミスこいつ。ちょっと待ってよね。ちょっとだけ待ってくんない。ちょっとだけ待ってくんない。早いんだって。こいつベースがモブなんでぐるぐるが効くんだよね。うん、まあマジで AI がモブなんでこれができる。モブ AI にしかできないこれは。うわっうわっ。何？うわあ、疲れちゃう、チェンジャー回復されたー。に3回目振ったら遅い。ここは追撃。よし、もちもうバックスタブ以外こいつは言うことがない。正面から殴れちゃダメ、マジきつい。舐められたものですね。焦らない。嘘でしょ。背中やだー。あー、もう前もこいつ苦労したな。無駄、間に合わない。前もこいつ苦労したもん。こいつもう死ねよ、このクソキャラ。違う、これね、かがり火近くに置いとけよ。
ダンジョン探索用の装備とかしてきてるからきちんだよ、探索用のあれだと。こいつほんと死ねよマジで、こういうしょうもないコスい勝ち方するやつ。もうクソボスだよこいつ、コスすぎるんだよマジで。かがり火置いてないの見てやねん、お前マジで。お前見てないでよ、雑魚がやっていいディレイではない。雑魚敵がやっていいディレイ攻撃と戦技ではない。それはまあ、なめんなよ。やはり、おかしいってそれは。あぶねえ、もう一回。うわ、マジかこれ。いやこれ、いやダメだ、多分突っ込んでくる。致命取った方がいい、致命取って回復しちゃおう。ああ間違えた、ああもう回復します。間に合うはず、これなら。はい間に合うんだな。なんで全部食らう、あぶねえ。よし終わりだこのボケカスって、バーカ死ねこのカス。うんうん、ゴミが、うせろこのクソゲーム、死ねかすな、うざいんじゃんお前。ちょっと新しく取った技を試し打ちしたい。ああ、かっこよ、放てい、わあこれはいい、これはいい、いいです、これすごくいいです。やっと来たか。マイフェイバリット祈祷。お、この過去の遺産モンスターどもに DLC の力を見せつけてやるか。もうワンパンですわ。普通にこいつら HP なさすぎですわ。祈祷美しい、わかるかこの美しさが。体験版が良かったな。贅沢を言うわけじゃないんだけどさ、わがままを言うわけではないんだけど、まあこれはわがままなんだけど、わがまま言うと俺は進行下げたくないんだよね。いや、いつかどっかで、でも焦んなくていい。俺が欲しかった祈祷はもう揃ったし、最強の攻撃最強の回復ね手に入れたし、あとは何よ、防具も見つけた、あとは剣だけじゃん。見つかる、やってれば必ず。焦んなくていいんだよ、やってるうちに見つかるから。拳で、うんうん、パオン。これが拳の力。腐敗した、腐敗なんて関係ありません。僕は56回回復できるので無意味です。 DOT なんて食らっても気になりません。圧倒的回復量があるからです。ちょっと減ったもこれですよ。ペロンペロンでもペロン。あれこれ進行じゃね、ムシート。ムシート俺取ってねえけど。系列じゃね、その。ガチで最強。グリッチ使えねえじゃん、そこまで言うんだったら。俺何のために進行やってんだよ。ずるいからダメ。いや、でも、ずるいって言われても今日弱体化されてないんでしょ。俺の進行は羨ましいんでしょ、みんな羨ましいんでしょ、進行。やれよ。キモ。うわー、キモーい。おお強っ、え強くね、普通に小型に対しても。あーブリュリュ、なんかもうこっちのこれを過去にしたんだけど今。へえ、2万とか出んの、やばっやば。じゃあ火のゴーレムあいつに使っていい
あいつ次だけ使っていいか。俺あいつ倒せねえんだけど、もうスルーするぐらいなら使ってもいいか。あいつ倒したら大変なことになるんだったら倒さないけど、もうどうでもいいんだったらあいつ倒していいかも。俺うぜえから、ちょ一体倒させてくれ。あいつ倒したらどうなるか気になる。いや確かにこれは強い。あ、ひるんだ。いや確かにこれは強い。俺の持ってる武器でこんなダメージ出せるもんない。あ、これはやばい、はめれるわこいつ。こいつ一回自力で出して思んなかったらこれではめようかな。いっぱいいるのかこの世界に。こいつやったか。危ない。やべやべ、どこ？ちょっと待って、どこ？くらえ、神に祈ります、祈ります。ここか。は？何これ、嫌な曲ダメージ意味わかんねえ。楽しかった、わかったわ。あ、なるほど、完全に理解した。楽しかった、楽しかった、わかった。霊薬に配合し攻撃により HP を回復する。いらね。いやでも効果時間長いんだったらありだな。へえ。ちょっと待って、その前になんかここに光の戦士になれる武器があるという噂を聞いた気がする。俺はちょっと場所は自分で頑張って探してみるわ。いや来てないわ。神鳥の羽、神鳥の羽、祈祷だこれ。わっ、まさか俺に天使の翼が速いで、そっからピューッと発射するみたいな感じだとしたらめちゃくちゃかっこよくないか。向こうに行けるんだ。あっ、これでしょ。まだらへんこれ、なんなんだこれ。やばいやばいやばい。あー、なんか出せ。神鳥戦士誰。キックの威力が高まる。おいおいおい、太もも綺麗だな。俺の方が太もも太いぞこれ多分。もうちょっと太い太ももが欲しい。あの、帰ってきました。なんなんだこれ。もうそんなさ、そんな光の戦士の武器があるって言われて引き返せるわけないよな。これ嘘じゃないよな。見つけるまでやるぞ。気がしてもいいよ多少は。待って、ダメ、霊気流で別の場所に行けるらしい。ダメ、霊気流で別の場所に行ける気がするらしい。それ試してからで。これまだ自力だからね。これで見つけたとしてまだこれ自力よ言うて。そっちだ、ここや。うわー、これは分からん。あれ、お、来た、さっきここじゃない、騙された。なんか見つけられない気がしてきたな、俺の探索力だと。そこな気がした。マジか。いや俺もそこの気がする。あそこしかない気がしてる今。もう他にない気がする。知らないと無理なんだ。どうやって見つけたんだよ。見つけたやつおかしいだろ。知らないと無理って無理だろ。ほんとだ、骸骨が浮いてる。これ道があるんや。嘆きっす。道がある。ウケるわ。大丈夫か。これなんだ。石鞘の剣、闇か光が選べる。光あるいは闇の祭壇に捧げられた。なんか見た気がするな。
ポシャでスルーした。ポシャさすが多分違うな。俺の直感が違うって言ってる。これ違うね。キリトさっきキリトくんって言ってるやついたわ。ここだ。ヒントそれだったんだ。キリガヤ、キリガヤ。あ、キリトくんって言ってるやついたもん。俺はキリトくんのになれたぞみたいな。キリガヤ、キリトくんや。これか。ここか。あ、そうだ、あったわ、あったわ。祭壇。ああ、あれか。本当に、え、あのコメントしたやつ深すぎだろ。あのコメントしたやつ深すぎだろ。だからキリト君がなんたらなんとかって言ってたのか。光と闇の2種類があるんだろう。何がどっちかなんだ。闇？いや俺闇嫌だ。闇嫌だね俺は。黄金カバーのところにいいもんがあるんだよなって言ってるやつがいて、あれじゃね？何があんのっつって、ね、何にもねえじゃん嘘つきっていう話をしたんだ俺。やり取りしたんだよな。黄金のバカ、これか、これ黄金のバカ、俺黄金バカ。ここまでやってマジクソしょうもなかったらもう俺結構ショックだな。うわマジか。てかこんなとこから下降りれたのか。これはガチでわからん。うわー気づかねえ俺。俺マジで気づかねえこれ。普通にここのここ来た時俺武器ドロップしてその話しかしてなかったんだよな。やべえって、なんかすげえの出たって。は？いや、ほらこれが探索力や。うーわこんなわからん。これ流れてくやつだ。わからん。いや、コメント見てないっす。じゃない、ネタバレ見てないっす。コメントもあんま見てないっす。ネタバレ見てないっす、俺。死んでるこれ。おそらく地下をたどって、地下を行って中に直接行くんだろうな。そんな気はしますね。いや、違うな。ここで探索の名人関羽太、足が止まる。本当に分からないのでネタバレお願いします。コメントで分かんない人いるじゃん。俺じゃないの今の。分かんない人いるじゃんコメント今。それか。いや今気づいちまったよ。そういうことかよ。気づいちまったよ。このギミックは気づかないって。ゴーレムに関係するギミックなんだ。あの正面で寝てるゴーレムの頭に火を投げ入れて火をつける。そして起動したゴーレムが入り口を暴れ、一瞬暴れて破壊して道が開く。そのためにあの頭に近寄れるように建物がある。答えは分かった。だからわざわざゴーレムここに寝かしてるんだ。くらえ、目覚めろ。え、目覚めろゴーレム、目覚めよ。見えた、見えた、今入り口が見えた。わかった、いけー。私馬で行きましたっていう体験コメントがあったんだよな。馬で行ったやついるんだよ。どうにかして。いやなんかさっき壁が低くなってる場所あったな。そういえばまさかここか。いやこれ誰だよこれ。いやでも試せばいけたな。俺は無理だと思っちゃってやらなかったからだな。これ試せばいけたな。え、あれ何これ。は、何これ。黄金の扇ですね。あれ
あれここじゃねえの、なんだこれ。いや俺は祈祷も欲しかったけど、あったー、いいのこれ。うわら、うわなんだよこれ、ナイトのレベル70ジョブ装備じゃんこれ、かっこよさそう。うわガチ進行装備だ。うわもっと光ってて欲しかった。なんだこれ全然光ってねえじゃん、思ってたんと違うわ。マジックやってんじゃねえよお前、手品。いやーでもこの幅広い感じの型的には好きなんだよな、見た目としては。いやこのなんか白いこの刀身が良かった。くそー、このためだけに俺はネタバレコメントを平気で拾うやつという汚名を着せられここまで来たのか、思ってたんと違う、ショックだ。おー眩しい。なんだよこれ、なんだよこれ、あのクラブとかにあるミラーボールじゃんこれ。なんだよこのミラーボール戦技、なんだよこれ、ミラーボールじゃん。ネタバレ平気で踏むやつもレッテル踏んで手に入れたのがこれか。どうしよう。なんだよライトソードって、全然ライトじゃねえじゃん、なめんな。いや上がった、これ大器晩成型だ。これギレンの野望のバーニーぐらいの成長率あるかもしれない、バーナード・ワイズマンぐらいの成長率あるな俺。わっ基礎か、やべ間違えてプラス10にしちゃった。うわ最悪、わ弱い、なにこれ、なにこのゴミ、プラス10にしちゃったんだけど、コメチラソード最悪、くっそ弱いんだけど、コメチラソードは最悪や。あーマジか、なんだよこのミラーボール、やめろよお前。いやてか射程終わってる、戦技が密着したらめっちゃ強いとか。ちょ発動せ、あこれ発動せ、うーわゴミすぎる、最悪だこれ、プラス10にしちゃったの間違えたー。魂の武器出るまで俺使わないようにしてたのに。なんだっけ、黄金の大狐だっけ、黄金の狐は持ってるんだけど弱いんだよな、正直期待できないな。振り方やる気な、弾おっそ、まあ分からん、めっちゃ強いかもしれん、もしかしたら貯めるやつ、ソニックブームのあの2段階の。いけー、あ貫通するわ、でもまあ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 どうかな。おーおー確かにこれはザコ蹴散らすのにめっちゃ使えるかも、貫通するし。これちょっと道中きつい時使おうか、ボス戦では使わないだろさすがに、ボス戦かこれ。なんだこいつ、くらっとけ、こんなやつダクソ2にいたな、雲の化け物、雲の化け物の姉ちゃんそっくりじゃん、モーションもなんか、えそっくりじゃん。俺の青瓶14個笑うな、あまり舐めるなよ、感動することになるぞこのしぶとさに。さあかかってこいよロミナ、俺はあと52回回復を残している、俺はあと51回回復を残している、かかってこいよ、絶対に死なない、お前のモーションを全て盗むまで俺は死なない。いや倒してしまっても構わんだろこっから。やべ間に合え、間に合ったー、間に合ってね、褒め散らそうとも使ってもいいけどな、俺はせっかくなら俺の愛犬褒め散らそうと。
いくぞ、コメチラソード見せてやる俺の。コメチラビーム、ダンスホール沸かしてやるぜ。おい、行け。終わってるこれ。かあ、これ来てる。普通に切った方が早いな。間に合わんなこれは。戦技光は成功玉 1.2 倍のバフが60秒かかる。へえ。じゃあこれかけたら強くなるんだ剣が。じゃあそれでたたくのが正しい使い方か。おら、剣に光を蓄えてるんだ。強くなった。いきます。もう負けない。俺のコメチラソードはもう負けない。これ強くなった。叩き切る。いけ。うわー、これ死ぬ。いくぞ。さあいくぞ。やべ、めっちゃ強そう。スーパーサイヤ人2になった。黄金樹に誓って黄金樹の恵み大伝バフを、さあ、これ忘れてた、すいません、お願いします。よーし、さらにバフをかける。もう俺は死なない。いいぞ、これが黄金樹の力。なめるなよ光の戦士よ。おい、帯電切れんの早いって。何のダメかけたんだこれ。なんか意味あった帯電。大丈夫、俺にはリジェネがかかってる。リジェネ耐えろ、リジェネで。何のダメだバフだ。ここで光を発動。役に立たん。あ、しまった。普通に戦えてる。普通に戦うってのはどういうことか俺が見してやろう。普通に戦えてる、戦えてる。別に戦えなくはないけど、普通の戦いを俺が見してあげる。じゃあ普通ってのはどういうことか、戦いとは何か教えてあげよう。じゃあ俺は、これが普通の戦いなので。なんだ、やっべ、やばい。なんだ、3。なんじゃそりゃ、さっきと同じかよ。死なないよな。なんかでもこいつ全然、なんかでもこいつ全然火力なくない？他と比べて。火力クソ強いモンスターいっぱいいたのに。ちょい前だな、密着ちょい前。このちょい前、ここ歩いて取れたらだいぶ疲れるわこいつ。ここちょい前、ここにいるとほぼ疲れるこいつ。攻撃、ほら、これに気づいたかどうかはでかそうだな。こいつ倒す上でミスター危ない。あー、ここ。ミスター。焦んな。いや最悪だな。あぶねえ。やべ。いや、今殴れたよ、ちょい前だから。ちょい前。なんだこの戦い方。この、
このちょい前こいつ絶対スカるわ。これ修正されそう。ここに入り込んでたら絶対安全に殴り合える。なんかこれ修正されそうだよね。あそこだけ判定ないんだけど、あいつ全ての攻撃判定消えてるぞ。あそこ大丈夫か。進行する気はありますか。全くありません。僕は絶対に進行せません、最後まで。これは腐敗の蝶。なんか敵に向かって飛んでいくとかじゃないんだよね。いいなら俺焼いて、えい。メスメルの種火で焼きます。え、なに、あ、ちょ、ダメ、危な、消したわ。 F、俺と F のした、危ねえ。あ、いいだろ NPC なんてよ、全員殺してやるよ俺が。なんだよ NPC って誰だよ。お、綺麗になった。この城ありますか、信仰の源が。これラストステージか。俺まだ行ってないとこ結構あんだけどな。ちょっと先に行ってないとこ行きてえな、ここ行く前に。さすがに回収とかいろいろしてから行きてえな。ちょっと待って、ここにいる敵の姿だけ見ていくわ。どんな敵がいるか。え、何これダサ。あ、ちょ、これ強え。ああ、このゲームの成功法は敵を殴るだけではない。そのために信仰がある。弱き者のために信仰はある。くらえ。これ中ボスだろ、多分復活しないな。ちょっと強すぎる。門番だね、このエリアの門番。まあなん、ちょっとそのうち来るか。先にまだ見たいんだよな、これだって。俺こっちのエリア見てよ、これ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 、これ全部だってこれいけんだよ。これ見て、これいってないんだよ俺。さすがにこれは、さすがに。いや俺こっち行く、先に南行く。俺は刺しでは受けん。俺はね、自分で行きたいと思ったところに行く。悪いけど、あー、バリ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 ー、あー、バリ、うっ、別のとこ行こうかな。敵うざいわ。えー、あー、あー、チン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 、セロこのクソ虫。ちょ、もうやめろよこれ。なんだよこれ、駒投げばっかじゃんこいつら。はっ、うん、だるす、ゴミすぎるこいつら。一匹倒そう。こいつうざいな、こいつ。ほんまうざい、これダメだ、これ。これあかん、こいつ。こいつ、マジ強い。ちょっと待って。こいつ、やべ、ナイフじゃ勝てねえんだよな。死ね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 。やばいだろ、お前。どん、
どうなってんのこれマジで。こいつおかしいよな。